はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数3の分数関数とそのグラフ ② をお送りします。で、前回からこの章始まって、まあ今回2本目なんですけど、で、またね、グラフを書いて全近線求める問題やっていきます。で、今回2もありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらってちょっと厳しかったりわかんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ前回同様ね、グラフ書いて全近線求めるんですけど、ちょっとこの形ですね、まあ分母と分子両方 x 入っちゃってるんで、で、このまま行くとグラフが書けないと。じゃあグラフが書ける形に変形していこうぜっていうのが今回の流れです。だからそこの変形の仕方をね、今回覚えてほしいんですけど、で、1番はバカみたいにちょっと丁寧に書きます。だから慣れてる方とかはさ、えーって思うかもしれないんですけど、ちょっとお付き合いください。で、まず分母、これは固定です。固定で、その後にここにね、ちょっと左側に今の分母と同じものを括弧の中に書いてください。同じです。まずでね、分子を今からいじるんですけど、ここに数字を書きます。数字を、で、結論から言うとマイナス2を書くんですけど、なんでマイナス2を選ぶかっていうと、分配した時に同じ x が出てくるようにしてほしいんです。つまりマイナス2を配ればマイナス 2x ができますよね。そこを意識してマイナス2を書きます。で、それを決めたら、これ今分配するとマイナス 2x プラス2になりますよね。こっちがずれてるんですよ、右側が。だからそこ微調整で合わせるために1にしたい。じゃあこっから1引けばいいじゃんって決まれば、これで戻るじゃないですか。だから1引けばいいじゃんで、ここ1引くんです。これで分子変形完了です。いいかな。で、ひとまずここまでできれば、あとはもうちょっとで、少し復習になるんですけど、間違った、ごめんね。中学の時とかにごめん、すんげえ書き間違ってる。こういう分数出てきますよね。3分の x プラス5って。で、これって左側と右側でこう書き換えるというか、3分の x プラス3分の5って分けて書くこともできるじゃないですか。で、それを使います、今回。で、ちょっとぐちゃぐちゃしちゃうんですけど、まず左側っていうのはここです。ここまで、カッコのところまで。で、右側はこのマイナス1のところ。これを分けて書いてください。そうすると、ここはね、絶対書かなくていいところなんだけど、まず左側がこうなる。で、右側が x-1 分の1だね。まあ、マイナス前に出てるからね。で、こうなると。そしたらね、左側は x-1 が約分できるんで、マイナス2しか残らないんですよ。つまり、で、こうちょっと左と右、順番変えてね、書けば、マイナス x-1 分の1。まあ、マイナス1の、マイナスくっつけなくてもよかったけどね。で、マイナス2となって、前回の動画でやった2番3番と同じ形になるんですね、これで。だから、こうすればグラフが書けるよっていう流れの問題になります。だから、こっからはもうね、前回同様なんでサクサクっといっちゃいましょう。まずは全近線です。はい、ってるかな。あ、OK だね。で、まあ、ここを見て、マイナス1がなってるから、x の方は x イコール1が全近線。で、ここを見て、y の方は y イコールマイナス2。これが全近線になります。入ってね、OKOK。で、ここに関しては、ま、前回の動画で確認してください。じゃあ、グラフね、書くために書きましょう。で、このグラフはね、ちょっと広めに取りますね。x1 をじゃあ、このぐらいの幅にしよっか。ちょっと広すぎたかな。まあいい、まあいい。ここにします。ちょっと消すか。これは x イコール1の全近線。で、y イコールマイナス2、今の2倍なので、ちょっと広めに取りましょう。これが全近線ですね。青が全近線になります。で、今回は、マイナスがここにいるから、つまりマイナス1ですね、分子が。だから、左上と右下に双曲線が来ます。いいね。で、まあ、右下は切片持たないので、まあ、こんな感じでしょうっていうのでいいです。で、問題はこっちですね。X 切片、Y 切片両方持つので確認していきます。で、この問題でちょっといいところは、この切片がね、ちょっと計算しやすくって、まず X0 の方からいきます。
で、前の時はここに入れてやったんですけど、それいいんだよ。それでやっても構わないんですけど、ここに入れちゃいましょう。x0。そうすると下がマイナス1、上がプラス1なんで、y イコールマイナス1ってすぐ出ます。で、これ逆もしかりで、y が0ってここ0ですよね。で、それ書き直すと、ごめん、こうか。よいしょ。こうなりますよね。で、今回、全近線 x イコール1が全近線なので、x は絶対1にならないんですよ。ならない。だから、x が1じゃないって分かってるんで、両辺 x マイナス1をかけて、これ分母払うことができます。で、0にかけてもだって0でしょ。つまり、分子のこいつイコール0を解いたら、x すぐ出てくるんです。で、これ1移行して計算すれば、x イコール2分の1と出るので、0のマイナス1だから、0のま、どうやって、0のマイナス1だから、ここか。ここと、2分の1の0だから、ここか。危ねえな、おい。ここを通るグラフを書いていきます。で、ちょっとお待ちよ。これなかなか、こういう感じかな。よいしょ。で、この場所が、ここが2分の1。で、ここがマイナス1と、X 切片、Y 切片ね、それぞれ書いて、これで、グラフ OK です。まあ、こんな感じでやってみてください。では、右もやっていきましょう。まず変形ですね。分母は固定なので 2x-1 は変えません。で、括弧の中にまた同じものを書きますと。で、その前に数字を書くんですけど、この x に合わせたい。今回マイナス 2x にしたいから、配るのはマイナス1ですね。まあ1は書きませんけど。あそこにマイナスを書くことによって、分子を展開したら、分配法則使ったら、こうなる。だからマイナス 2x が一致すると。でも右側が一致してない。でもプラス1に4を足せば5に戻るじゃん。だからここにも4足そうぜって。これで変形 OK です。で、あとは同じようにやりましょう。右どこまで入るかな？ちょっと怪しいかな？ちょ、この辺使っていいですか？ごめんね。で、さっきの考えでいくと、まず右から書くといいです。左側はここは消えるので、右を書くと 2x-1/4。で、こっちは、これとこれが約分されると、マイナス1だけ残るので、変形するとこうなります。で、実際ね、この状態で、全近線わかるんで、別にここでいいんですけど、もし、グラフのね、変形した形を答えろだと、多分、×が原点くらいます。これ、分子がね、分母がちょっとこうなってるんで。で、これをちゃんと直すと、ちょ、ここね、直すと、2でくくるんですよ。まず、こうやって。x に係数がくっついてほしくないんですよね、ここ。x にしたいんで、くくると分母こうなるじゃないですか。2で。で、これを約分するんです、こうやって。そうすると、ちゃんと2と括弧にしていい？やると、x-2/2-1とこうなります。ただ、さっきも言ったように、グラフかけだけだったら、全近線わかるから、いいっす。はい。俺はね。ちょっとめんどくさがり屋なもんで。ただ、ちょっと気をつけてほしいのは、このね、2x-1、この状態で全近線書くときに、あ、OKOK、ここマイナス1だから、x イコール1じゃねっていかないようにしてください。これ x イコール2分の1ね。で、どうやるかっていうと、自分がよくやるのは、ここイコール0を解いてください。それが全近線です。はい。まあ、こっちもそうなんですけど。だから x イコール2分の1。で、y に関してはここ使えばいいから、y イコールマイナス1と、こうなります。で、全近線それぞれ書いていきましょう。こっちはあんま幅取んない方がいいパターンだね。y からいこうか。と言いつつ結構幅取っちゃった。y イコールマイナス1と、その半分が x イコール2分の1なので、この辺でいいかな。よいしょ。x イコール2分の1。で、乗ってるのが4ですね、上。まあ、本当は2なんだけど。まあ、プラスに変わることはないから。あ、プラスがね、変わらないので。この状態で、だから右上と左下に来ると。で、
今度は左下に Y 切片で右上に X 切片がそれぞれ来るので、まず計算しちゃいましょう。だから、X が0の時はここ0代入すればマイナス1分の5ってわかるからマイナス5、 Y が0の方はここ0です。で、さっきもやったように分母切れるから結局分子のこいつがイコール0を解けばいい。で、解くと2分の5とわかります。いいかな。だからまずこっちからやろうか。ここのカーブはこうちょっと下手くそすぎだよね、ごめん。こうなった時にここが0のマイナス5だからマイナス5なんです。で、こっちです。こうなった時にここが2分の5の0だからここは2分の5だよと、 X 切片 Y 切片それぞれ書いてこれで OK となります。で、ちなみに今回全近線求めよっていう問題でね、やったんですが、問題によっては定義域と地域を求めろっていう問題も出てきます。ちょっとおまけで書きますね。ちょっと黒で書こうか。どっち使おうかな。こっちでいっか。ちょっと省略でごめんね。定義域と地域を書けってもし言われたら、定義域は X で使えるとこですよね。逆に言うと今回全近線っていうのはそこは使っちゃいけないとこなんですよ。グラフがないから、その値生まれないからね。つまり定義域は X イコール1以外は全部あるの、このグラフは。だから定義域は X ノットイコール1になります。で、 Y も同じです。全近線が Y イコールマイナス2って分かってるので、そこには値が生まれないので、だから Y ノットイコールマイナス2と、これもおまけね。こういう風にもし定義域地域をかけとね、いうタイプで出てきたらそう答えてください。では、今回はね、この2問をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はですね、分数不等式っていうちょっとまためんどくさいのが出てくるんですが、今回やった変形がまた使いますので、ぜひ復習してもらって次回の動画臨んでもらえたらと思います。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。